ホテルというのは日々非常に多くのお客様がご利用いただく業界でありまして、それは同時にですね、大量のものを消費する、ビジネスでもあります。そんな中で昨今SDGs をはじめとした、社会的責任がホテルには非常に強く求められておりまして、レトアのコンセプトでもあります循環というものはですね、非常に我々の課題を解決する上でのキーワードとしてマッチした考え方であると。まず環境という切り口でお客様に弊社の姿勢をご説明するには非常にうってつけの製品だと思っておりますし、やはりいらっしゃるお客様はラグジュアリーの空間を楽しみたいということが非常にあると思うんですけれども、脱プラもそうですし、いろいろな環境に配慮したものっていうのはなかなかラグジュアリーとは対極に来るようなものが多いんですけれども、今回のそのレトワの製品というのはですね、非常にラグジュアリーなイメージを感じますし、隈研吾さんが今回デザインをされたということで、デザインも非常に洗練されておりまして、深い黒のまるで墨絵のような風合いのお皿というのは、我々の調理人がですね、非常に創作意欲をかきたてられるといいますか、黒系のお皿にいろんな色をのせて、いろんな食材をのせてお客さんに楽しんでいただくお料理を作ろうというところで、非常にお客様の反応が楽しみな製品であると思います。